ビファーレン長崎、ビファーレン長崎、ビファーレン長崎は、日本の長崎市、諫早市を中心とする長崎県全県を、ホームタウンとしている、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟するプロサッカー区部。2009年に J リーグ準加盟クラブとして承認され、2012年11月に J リーグへ加盟した。V ファーレンのうち、V はポルトガル語で勝利を意味する、 ヴィトーリアとオランダ語で平和を意味るブレーダの頭文字ファーレンはオランダ語で後悔を意味しているホームスタジアムはトランスコスモススタジアム長崎練習場は諫早市の諫早林サッカー場ナゴミクラブハウスを主に使用しているまた雲善市の国見総合運動公園島原市の平成長多目的広場なども使用することがある 詳細はスタジアムを参照。マスコットはビビ君である。2004年有明町2006年1月に島原市に編入で活動していた有明 SC と国見高校サッカー部 OB を中心に結成された国見 FC が統合した有明 SC が前進。2004年長崎県サッカーリーグ一部で優勝。また、 九州各県リーグ決勝大会でも準優勝して九州リーグ昇格を決めた決勝は FC 琉球に敗退。高木大成6年目、元ナショナルトレセンコーチなどを務めた松田博士が育成部部長に就任。元長崎 U-18 監督で昨シーズン北九州の監督を務めていた原田武雄がトップチームコーチとして復帰。 佐チケ介スケがトップチームテクニカルコーチ就任。村上雄介が現役引退、契約満了等により、小部健太、山形遺跡、三浦雄也、現役引退、ミゲルパジャルド、レアルムルシア遺跡、起源付き遺跡加入していた、丸岡光、山口へ期限付き遺跡が対ヨンミ民がサヌキに完全遺跡、林田隆介が JFL ベルスパ大分に、 期限付き遺跡、前年からルマずに期限付き遺跡していた、旗順元の期限付き遺跡期間を延長した。一方、FC 東京から徳永雄平、新潟から鈴木武蔵、昨季は松本に期限付き遺跡、神戸から徳重健太、福岡から中村北斗、甲府から黒木清人、1、FC、ハイデンハイムからベンハルランが完全遺跡で加入、札幌、 昨期は、G 大阪へ期限付き遺跡から中原翔吾が、期限付き遺跡加入、本田拓人、東海学園大学、新里亮、順天堂大学、米田俊也、順天堂大学が新入団した。リーグ戦では、開幕から6戦未勝利、2分4敗となり、一時は17位まで順位を落とすが、第7節、清水戦で J1 初勝利を果たすと、そのまま4連勝し、 第10節終了時には9位まで順位を上げる。直後に3連敗するも5勝2分8敗、15位でワールドカップによる中断期間に突入した。一方、ワイビシルバンカップではグループステージの最初の3節で2勝1分の成績を残し一旦はグループ首位に行ったものの残る3試合は全敗。グループ3位に順位を落としグループリーグ敗退となった。天皇杯では 二回戦で、松江して FC にゼロのゼロの後、延長戦で先制するも追いつかれ、アディショナルタイムのゴールで二から一と新勝。三回戦では、湘南相手にゼロのゼロの後、延長戦で先制するも、アディショナルタイムに追いつかれ、PK 戦で三から四で敗れた。集団期間中、シドニー FC からヨルディバイス、RCD エスパニオールからハイロモリージャス、新潟から磯村亮太、 徳島から大本祐月が完全移籍で加入した。一方、MF ベンハロランが、家族の事情で双方合意の上契約解除、関体地、田代真一ら八選手が他クラブに期限付き移籍した。リーグ再開後の試合を連敗し、中断前から数えて3連敗。第18節 FC 東京戦は、勝利したが、翌節からは後連敗含む7試合に勝利と勝ち点を伸ばせず、 第23節終了時にシーズン初の再開に転落。そのまま再開から抜け出せず、第32節横浜 FM 戦に敗北したことで年間17位以下が確定した。この時点では J1 ライセンス未所持の FC 町田ゼルビアの J2 リーグ成績次第で残留の可能性は残してたが、11月17日に行われた J2 最終節の結果、 町田の年間順位が4位で確定したことにより、長崎の J に自動降格が決定した。降格決定2日後の11月19日、高木の今シーズン限りでの監督退任が発表された。第33節、G 大阪戦に敗れ、1試合を残して J1 年間再開が決定した。最終節を引き分け、年間成績は8勝6分20敗の勝ち点。 三十二終わったものの、J1 が十八チーム体制となった二千五年以降の最下位チームとしては最多の勝ち点を挙げた。新監督に、全日本代表ゴ高知 u 十三日本代表監督で、仙台での指揮経験もある、てくら森誠昌平。二千十七年二月に日本プロサッカーリーグからの監査を受けて、同月八日に、社長の池上俊一及び、 上勤役員全員が辞任を表明し、15日には新しい役員人事が発表され、大株主の医者である超プロ社長の荒木健次が会長に就任した。3月、池の上がクラブハウス内に開設した新旧院において療養費の不適切な保険請求が行われていたこと及び、同月1日に開かれた臨時株主総会では資金不足が 深刻化し早ければ4月にも、社員への給与未払いが発生する見込みであることが明らかにされた。3月7日、A 会話教室のノバホールディングスが出資を打診し、経営陣は3月10日に一旦んはノバからの出資を受け入れる意向を表明するが、同日に、当時の筆頭株主である、ジャパネットホールディングス以下、ジャパネットがチームを100%誤解借化する意向を表明し、 翌日にジャパネットの支援を受ける方針を決めた。ジャパネットは3月20日に既存株主に対して株式買い取りについて説明を行った。2017年4月20日時点で第三者割当増資と既存株主からの株式譲渡によりジャパネットがクラブ運営会社の89.5%の株式を取得。4月25日に株主総会と 取締役会を開き、同日付でジャパネットの創業者、高田明が代表取締役社長に就任した。同年5月16日付で全株式を取得した。新たな経営陣が過去の経営体制の洗い直しを行っていたところ、2015年の開幕節から2017年第6節、4月2日までのホームゲーム45試合で発表された。 入場者数について、広告収入源を避けるためとの理由から、入場者実数に運営関連スタッフ等を上乗せして発表していたことが判明。J リーグに報告の上、2017年7月25日に行われた理事会で検疾と制裁金300万円処分を受けた。ホームスタジアムは、伊佐市のトランスコスモススタジアム長崎である。2014年までは、 長崎市総合運動公園、き止まり陸上競技場と併用していたが、2015年以降はすべてのホームゲームをここで開催している。また、J リーグ昇格前は、島原市営陸上競技場など、複数のスタジアムを併用していたなお、過去のホームゲーム開催スタジアムは当項目を参照のこと。長崎市総合運動公園、 書き止まり陸上競技場については2009年に長崎県サッカー協会などと協力して改修を求める署名活動を実施したが同競技場の J リーグ基準への改修は最終的に断念した詳細は1項目を参照長崎市内での球技専用スタジアム建設に関しては J リーグ昇格前後から動きがあり2012年に署名活動を行う 2014年に県内のサッカーラグビーなど体育関連団体が中心となって長崎市森町の中部下水処理場2016年度末に全体の約4割が稼働停止さらに2023年には全面創業停止予定や土地に球技専用スタジアム森町スタジアム歌唱を建設する構想を発表し引き続き署名活動を進めるなどの動きがあった 2017年、長崎市幸町の三菱重工業、長崎造船所幸町工場の再開発事業計画案募集に、V ファーレンの親会社となったジャパネットホールディングスが応募。2018年4月24日付で、ジャパネットが優先交渉先に決定したことが明らかになった。計画では、約2万3千人収容の球技専用スタジアムを建設、 その周辺にマンションやオフィス、商業施設を建設するというもので、ジャパネットと竹中工務店、スタジアム建設、不動産開発との共同事業として取り組むことが想定されている。2014年9月、長崎市東部の都市町に専用練習場、V ファーレン18銀行フィールドが完成した。十八銀行の所有していた、十八銀行、都市グラウンドに、 天然芝等を整備したもの。2015年4月にはグラウンドに隣接する形で、クラブハウスもオープンした。クラブハウスはもともと空き家だった日本家屋をリフォームしたもので、その認めがメディアでも話題となった。2016年8月には同月に教養開始した諫早市多良美町の諫早市サッカー場、名古屋クラブハウスを新たな練習場として使用開始。 2017年3月には併設のクラブハウスが完成したが、同クラブハウスは一般社団法人が所有権を持っており、前述の経営問題の影響で一般社団法人の運営方針が不透明な状態が続いていたことも、あ、供用開始が遅れていた。その後、伊佐林サッカー場の冬芝切り会に合わせる形で2017年11月15日に移転した。 戦後70年、長崎での被爆70年を迎えた2015年の夏より平和を記念するユニフォームを発表。原爆の悲惨さとともに、スポーツのできる平和の尊さを感じられるように、という思いが込められている。ユースチームとして、U-18、2012年発足、U-15、2010年4月発足、U-12、 2011年4月発足を有し、U-15 は J リーグ U-13 サザンクロスに参加している。また、2008年6月に開設したビファーレン長崎サッカースクールも別途運営しており、ジュニア A、小学校4.56年生、ジュニア B、小学校1.23年生、キッズ、幼稚園年中、年長の3カテゴリーから構成されている。なお、 株式会社ビファーレン長崎で行っていたアカデミーの運営の一部を2014年度より一般社団法人 VV 長崎スポーツクラブ2014年3月19日設立へ移管した。また2016年7月、セカンドチームとして18歳から23歳以下からなるビファーレン長崎 U-24 が創設された。 リファーレン長崎の決算は次の通り楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。